撃からジョリです。今日もみんなの推しに気をつけちゃう。やってきました。はい、今回は韓国料理屋さんになります。今ですね、赤坂のヤンデガムという韓国料理屋さんに来ております。いろんな、ランチメニューがあります。キムチチゲとか石焼きビビンバ、ユッケジャンとか、本当にあとチゲですね。はい、こういった感じで、いっぱい韓国の辛いものがいっぱいありますと。今日はここの辛いメニューを2品ぐらいに、ね、なんか食べさせてもらうということで、話つけておりますので、それでは早速このヤンデンガムの韓国料理の辛いものを食べていきましょう。レッツゴー。お、来ましたかね。おユッケジャンうどんですね。はい、もう真っ赤です。これ特別に、ちょっと辛く、ジョニー仕様に辛くしていただいております。こんな感じで、もう7皿。これなんかキノコの漬物ですかわかんないですけどね。あと、小魚、キムチ。はい、卵かなこれは。はい、もういっぱいありますけども。このサイドだけでもお腹いっぱいになりそうです。メニューにはまだ出してないですけど、今後メニューに出されるなんか、サバの激辛サバみたいな、辛いサバが後で来るみたいなんで。まずはこのチゲを食べていきたいと思います。それでは行きましょう。スープからね、もう真っ赤ですよこれ。あー、うどんに春雨っぽいのと、もやし、そして大根、きくらげ、たけのこかな。うん、熱っ。うん、うん、だしの風味がうまいですね。人参さんもこれ、うん、なんだろうこれ、豆腐かな。うん、韓国のキムチとかそういう系は酸っぱ辛いんですよね。うん、若干酸味がします。卵ね。うん、熱い上にね、辛いので、このように汗をねふんだんにかけますけども、人参シャキシャキ、卵ふわふわ、いろんな具材が入ってますね。10種類ぐらい入ってるんではないでしょうか。結構ボリュームあります。これ1人前なのかというぐらい盛るんですけど、めちゃくちゃボリュームあります。大根シャキシャキ、水を摂取する量とね、吹き出してくる汗の量がね、比例してても、圧倒的にね、吹き出す汗の量が多いですが、水、水分補給しないとこれね、体の中の水分が持ってかれますけど。うん、
残りスープのみなので、これもね、すすっていきたいと思います。珍しいですね、このサバを辛くしてるあるっていうのは、はい、うん、甘辛味噌っていう感じですかね、うん、サバの身も柔らかくて結構美味しいです、うん、お腹張り、はち切れそう、お腹いっぱい、うんね、うん、うん、ごちそうさまでした。早速辛さレベルの発表していきましょう。ユッケジャンうどんとサバの煮物、辛さレベルじゃらじゃじゃん5と1です。おめでとうございます。ユッケジャンうどんなんですけども、まあ本場の、韓国の料理ですから、青唐辛子と赤唐辛子、使ってるんでね、言うまでもピリ辛しておりました。まあ本当に暑い上に辛いですから、もう汗がね、このようにデトックス本当にね、食べながら水分補給しないとそれぐらい汗が出ます。まあ野菜とかいろいろ結構具材も入ってますし、このユッケジャンうどんで1杯だけで、栄養満点、健やかな激辛ライフを楽しめるのではないでしょうか。そして次に食べたこちらの、まだメニューとしては販売されてない、先に、いただいちゃいましたけど、このサバの煮物ですね。ちょっと辛くしてあるバージョンですけど、まあこちらに関しては見た目はちょっともう赤かったですけれども、甘辛い感じで、非常にね、美味しく食べました。本当にご飯も身も柔らかくて、まあご飯に合いますよと。ここね、赤坂にあるんですけども、居酒屋っぽい感じの、作りで、ね、非常にこうお仕事帰りとかで、寄ってみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter とかも更新してますんで、フォローお願いします。